皆さんこんにちは、えー、NCS 公式チェスのあれこれお悩み相談室です、えー、この企画は、えー、皆様から頂きました質問をテーマに、えー、ザックバラにお話しする企画です、えー、では本日の、えー、質問まいりたいと思います本日の質問は、えー、匿名の方からで最近チェスの大会に初めて出場しましたが、えー、コロナのため駒が並べてありました えー、将棋には駒の並べ方がありますがチェスには並べ方がありますかと、えー、質問いただいてます。ありがとうございます。えー、っとおそらく並べる並べ方というか、えーまあ、並べる順番ということだと思うんで、えー、その観点から、えー、お答えしていきたいと思います。 確か、えっ、ー、と、将棋って、あの、真ん中から端っこへ行くようにこう、並べていくんでしたっけしか、そういう並べ方をしてるのを見たことがあるんですけれども、えー、チェスはそういう、えー、結論から言うとそういう並べ方は別にないです。マスの真ん中にちゃんと駒が来るように、こう、丁寧に並べてあげれば、えっ、ー、と、マナーとしては十分かなと思います。 それでしてえっ、ー、と、まあ、チェス特有なのかわからないんですけど、まあ、タッチムーブという、自分の手番の時に最初に触った駒をこう動かさないといけないというルールでして、こちらについては、あの、鉄則として守っていただけたらなと思います。どうしてもこう、駒が嫌らしかったりすると、まあ先に相手にこう、断りを入れて整えるっていう方法はあるんですけれども、チェスっていうのはやっぱりすごく静寂、かなり静かな環境で、あの、まあ、言葉を発する、特に相手に対して言葉を発する。 っていうこと自体がまああの周りのあの対局者にもあの少な数影響を与えるんであ,あまりおすすめはしないかなと、えー、思いますですのでまあマナーとしてあのなるべく自分が動かした駒をどんだけ時間が足りなくともこう乱雑に動かさなかったりえっ、ー、としてほしいなと思いますあとまあえっ、ー、と自分の駒を動かしてまあ時計を押す前に場所を整えるっていうのはえっ、ー、とよくある、えー で私もよくしますねというのも場所を整えたかったらあくまで自分の手番にしてくださいよっていうことでえー、っと駒を動かして時計を押して相手の手番になってる時にこう場所を整えるっていうのもあまり良くないっていうのが考え方としてありますねそうだな他にあるかなああそうだと持ち駒ですよね将棋には持ち駒も確か並べ方があるんでしたっけこうこうこう扇を組むようにこういっ でありますよね将棋ってチェスはそういうのは全くなくって取った駒をこうギュッて一つにまとまっていればあの強い順に並べる必要もないですしあの整える必要もないのでチェスの場合は、えー、っとそういったマナーは特にございませんので結論の並べ方並べる順番というのはあのチェスにはないということで、えー、お答えしました。 以上です。はい。このようにですね、この企画は皆さんからいただいた質問をテーマにザックバランに話していきます。質問の応募方法はツイッターで、ハッシュタグ NCS チェスお悩み相談室を添えてラジオネームと質問を投稿。その他、NCS 公式ツイッターアカウントから、ペイング質問サービスへアクセスし、ラジオネームと質問を投稿という方法で応募可能です。皆様からのご応募たくさんお待ちしております。では次回もお楽しみに。ほなまた。